こんにちはです。今日のお話は226事件その4年前に起きた515事件とセットのような形で話しに出る機会も多いと思いますただ515事件の方は犬飼師匠が被害に遭ってその時に話せばわかる問答無用といったやり取りがあったみたいなエピソードが広く知られているのに対して226事件ってあまり具体的なイメージがなかったりしませんかでも実は226事件の方がずっと規模が大きいんですしかも日本の歴代首相のうち3人が銃撃されてそのうち2人が亡くなっています では、どんな事件だったのか。そんなお話をさせていただきます。まず、事件の6年余り前に起きた世界恐慌をきっかけに、日本でも昭和恐慌と呼ばれる不況が起き、農村部を中心に国民の生活は困窮していました。一方、政治は何もしてくれません。当然、軍の中にも政治に不満を持つ人が多くいました。そうした流れでまず起きたのが515事件です。この事件では、現職の首相であった犬飼強が打たれ、それにより政党政治は終焉を迎えます。 後継の斎藤内閣からは、軍の出身者を中心とした内閣が組まれるようになって、軍部が政治に大きく関与するようになっていったんですが、それでも政治状況が好転するわけではありません。そうした状況に不満を抱えた一部の人たちがどう考えたかというと、天皇陛下の周りで政治に口を出している悪い奴らのせいで国が傾いているということでした。本当に国を思う人間が天皇陛下を支えれば、国は良い方向に進むはずだ。 だから今天皇陛下の周りにいる悪い奴らを排除して国を作り直す。つまり昭和維新を起こすべきだ。という理屈なんですね。そんな衝動を抱える人たちが当時は軍の中にも相当数いたと言われています。実際、クーデターの未遂事件も起きていますし、515事件もそんな流れで起きた事件の一つです。ただ、226事件についてはその思想的な流れだけでなく、大きな派閥争いがきっかけになっています。 当時、陸軍には荒木貞夫という人がいました。陸軍大学を主席で卒業したエリートで、1927年頃には中将の地位にあったんですけど、この人が若い将校たちに大人気だったんです。 自宅に若い将校たちを自由にたむろさせて、酒の席では二十歳そこそこの将尉に呼び捨てにされても笑っていたというんですけど、中将なんて軍の中ではものすごく偉い人です。将尉になりたての若者からしたら、普通は話をするだけでも震えてしまうような相手です。そんな人の家をふらっと訪ねて、荒木いるかなんて叫んでも笑顔で迎えてくれるんですから、相当嬉しかったと思いますし、将校たちは心から荒木のことを慕っていたんだと思います。この荒木は1931年、 犬会内閣で陸軍大臣になるんですが、この時陸軍の要職をことごとく自分に近い人間で固め始めます。例えば参謀本部の人事では、トップの参謀総長を皇族の官員の宮琴と人新郎に任せることでその名前を利用しながら、ナンバー2の参謀次長に陸軍大学の同期で親友のマザキ・ジンザブロをつかせて参謀本部を仕切らせます。このマザキも荒木と同様、飛ぶ鳥を落とす勢いです。この荒木・マザキを中心とした派閥は行動派と呼ばれます。 そしてこの行動派は陸軍の中でどんどん勢力を拡大していきました。ただ、1934年になると、荒木は隊長を理由に陸軍大臣を辞任してしまいます。後任の議論には当然、正きの名前が挙がったんですが、これには官員の宮様が強く反対します。結果として、陸軍大臣の後任には林千十郎がつくことになりました。一方、正きは教育総監につくわけですが、教育総監も陸軍大臣や参謀総長と並ぶ重要ポストの一つですから、 マザキとしても当初は、まあ、教育総監ならいいか、という受け止めだったと思います。ただ、大臣となった林千十郎は、軍務局長に永田哲山を据えます。この永田哲山が行動派と対立する勢力、統制派の中心人物なんですね。永田は林の下で、行動派の人間を重要ポストから排除し始めました。そして最終的には、マザキを教育総監の座から引きずり下ろすことにも成功します。 この頃のマザキは天皇陛下や総理の岡田圭介にも嫌われていたと言いますが、あるいは長田の信玄や工作が一定程度影響していたのかもしれません。いずれにしても、かつて映画を誇った行動派が、軍の中でどんどん追いやられていくわけです。挙句の果てには、行動派の将校が多く集められていた第一師団が満州に派遣されることが決まります。 この時、行動派の将校たちにどんな思いがよぎったのかというと、このまま満州に追いやられてしまえば、昭和維新が果たせなくなるという焦りです。また、行動派がここまで追いやられてしまったという現状への憤りも最高潮に達していました。 そして起きたのが226事件です。多くの将校たちは純粋に将来心を成し遂げ、国を良いものに変えたいという気持ちを持っていたのかもしれません。実際ターゲットになったのも、彼らが君足の官と呼ぶ、天皇陛下の周りにいる人たちが中心となっています。具体的には、岡田圭介首相、斉藤誠内大臣、鈴木勘太郎自重長、牧野信明前内大臣。この人たちは天皇陛下の近くにいて政治的な助言をする立場の人たちですね。 ただ他のターゲットに目を向けると、派閥争い的な動機や恨みのようなものも見え隠れしていて、例えば陸軍の予算を削減して恨みを買っていた大倉大臣の高橋小歴用もターゲットになりましたし、まさが引きずり下ろされた後に教育総監についていた渡辺城太郎も狙われました。この二人については単純に将校たちの恨みを晴らすために狙われたという印象です。いずれにしても将校たちはこうしたターゲットを排除した上で、天皇陛下による昭和維新を期待していました。 そして決行されたのが1936年2月26日青年将校20名が約1500人の兵をターゲットごとに振り分け早朝3時から4時半頃にかけて出動雪の降る道を部隊はそれぞれの目的地に向かって進み惨劇が始まったのは早朝5時のことでしたまず首相官邸ではおよそ300人の兵で取り囲み突入当時の官邸には40人ほどの警官がいましたが寝込みを襲われたために大半がすぐに制圧されてしまいます 残りの警官は必死に応戦したものの、4人が撃たれて亡くなります。真っ暗な官邸内で必死に首相を探していた兵士たちは、やがて老人が中庭に逃げ込むのを見つけて銃撃します。そして数発撃ち込んだ後、部屋にあった写真と見比べて、それが岡田首相であると確認し、これだこれだと喜んだそうですが、実はこの老人は岡田首相の議定で秘書官をしていた松尾殿蔵大佐でした。 実は兵士たちが突入した時、岡田首相は周囲の人に導かれて、浴室に隠れていたんです。松尾大佐は、あえて首相から離れた方向に移動しておとりになったと言われています。そして兵士たちが松尾大佐を首相と間違えて、目的を達成したと勘違いしている間に、首相は女中部屋の押し入れに隠れます。 兵士たちによる官邸の選挙はそれから4日続くんですが、岡田首相は事件翌日の27日、起点を聞かせた秘書官たちが招き入れた大勢の聴聞客に紛れて官邸を脱出しました。一方、斉藤誠邸には150人ほどの兵士が向かいます。斉藤大臣は五一号事件の後、犬飼強氏の公認として首相に就任した人ですね。温厚な性格で天皇陛下からの信頼も厚かったという人です。 当初の予定では25日の夜から千葉の別荘で過ごすはずでしたが、アメリカ大使皇帝での夕食会で話が弾み、帰宅が遅くなったために予定を変更して東京四ツ谷の自宅で就寝していたと言われています。そして早朝5時、将校たちが雨戸を壊して乱入すると、物音に気づいた内大臣の夫人が、待ってくださいと言って立ちふざがりましたが、兵士たちは夫人を押しのけ、奥にいた内大臣を銃撃。 倒れた内大臣の体の上に夫人は殺すなら私を殺してくださいと覆いかぶさりましたが兵士たちはさらに夫人の下から拳銃を差し入れ乱射し続けたといいます斉藤大臣は即死の状態でご遺体からは40発以上の銃弾が取り出されたというんですが個人的にはそこまでする必要があったのかなというか大臣や夫人に最低限の敬意は払っってもらいたかったかなという気がします。次は鈴木幹太郎侍従長侍従長官邸に向けられたのは150人ほどの部隊でした 引いていたのは安藤照造大尉。この安藤大尉はどんな資料のどんな人の言葉を見ても人格者として慕われていたことが伝わってくるような人です。同僚や部下たちにも大変慕われていましたし、対立していた統制派の長田哲山でさえ安藤のことは信頼して一目置いていたと言います。226事件でも当初安藤は決起に消極的でした。自分が預かっている部隊を自分たちの思いを遂げるために巻き添えにして良いものかと悩んでいたそうです。 ただ悩みに悩み抜いた末、最終的には国を立て直さなければいけない、そして決起しようとしている仲間を見殺しにはできないという理由で加わったという経緯があります。そして2月26日当日、安藤隊のうち、自重長官邸にまず乗り込んだのは菓子官たちで、鈴木自重長を銃撃したのもこの菓子官たちでした。後から部屋に入ってきた安藤は、倒れた自重長を見てすぐに寝床に運ぶよう菓子官たちに命令します。 その間鈴木夫人は正座したまま一部始終を見つめていたのですが安藤が決起の理由を簡単に説明すると「よくわかりました」と冷静に答えたそうですそして安藤が「最後のとどめをさせていただきます」と言って侍従長の喉に刀の先を当てると夫人は静かに「もうこれ以上のことはしなくてもよろしいでしょう」と言い安藤はしばらく考え込んでから「ではこれ以上のことはいたしません」と刀を収めました ここで兵士たちは直立し、安藤の号令で自重長に捧げつつを行ってから立ち去ったのです。このエピソードを聞くと、まず夫人の冷静さに驚くんですが、この夫人、鈴木隆さんは実はかつて天皇陛下の幼少時の養育係だった方なんです。養育係を辞めてからも陛下とは長く交流があったようで、陛下からも非常に信頼されていたそうなんですが、この事件での対応を見てもその立派さが伺えます。 また、鈴木侍従長も立派な方でした。実は、安藤太夫は以前、鈴木侍従長と面会したことがあったようです。気さくにいろいろなことを話して聞かせる侍従長について、安藤は、噂を聞いているのと実際会ってみるのでは全く違った。あの人は西郷隆盛のような人で、懐の深い大人物だ。と語っていたそうです。今回の事件でも、安藤は最初から、できれば侍従長を傷つけずに済ませたいと考えていたと言います。 ちなみに鈴木侍従長は一時心臓が停止するほどの重傷を負いましたが奇跡的に命を取り留め後に総理大臣に就くなど活躍されます続いては牧野前内大臣4年前の5 1号事件の時に内大臣だった方でこの時もターゲットにされていたんですが襲撃が中途半端に終わったため無事でしたただ今回もまた狙われてしまいますこの日牧野前大臣は湯河原の別荘に宿泊していて兵士たちはそこへ7人で向かいました そして午前5時になったのを確認して玄関から押し入りましたが、これに護衛の皆川巡査が決死の覚悟で応戦します。襲撃を指揮していた隊員と相打ちになって二人ともが重傷を負ったり、歌手間が別荘に火を放つなど現場は混乱を極めたようですが、その隙に乗じて前大臣は裏山へ逃れます。 裏山に逃れた前大臣を兵士たちはなおも銃撃しましたが、倒れた兵につまずいて転んだ前大臣を見て、弾が当たったと勘違いした兵士たちは、「成功!」と叫んで引き上げていきます。そして前大臣は裏山の上で湯河原の方の車に乗せてもらい、無事その場を離れることができました。また高橋小暦予定へはおよそ130名の兵士が迎えました。 ほとんどの兵士には、明治神宮に参拝に行くと偽の目的を伝えていたそうです。そして、高橋邸の50メートル手前で初めて本当の目的を伝えると、邸宅に押し入りました。大臣の寝室まで乗り込んだのは2人の将校で、1人が拳銃を撃ち、もう1人が刀で胸を突くことで、高橋大臣は亡くなったと言います。一方、渡辺教育総監への襲撃は、他よりも2時間近く遅れます。というのも、この襲撃部隊は斉藤大臣を襲撃した部隊の一部なんです。 四ツ谷にある斎藤大臣宅を襲撃し、それを終えてから、荻窪の渡辺宅まで移動していますから、その分時間が経ってしまっているわけです。ただ、それだけの時間が経っていたのに、教育総監によそでの事件は伝わっていませんでした。まさ神三郎を追いやった形の渡辺総監が、行動派の将校たちから憎まれているということは、当時周知の事実で、誰が考えても渡辺総監は危険なわけです。 警護の舞台を送るとか安全な場所に避難してもらうといった対応ができたんじゃないかなと素人の感覚では思ってしまいますが、 実際に総監督の護衛憲兵に電話連絡が入ったのは襲撃の直前のことでした。護衛憲兵たちが慌てて軍服に着替え終わるとすぐに表門の前にトラックの止まる音が聞こえたと言います。将校たちが総監の寝室になだれ込むまでに対して時間はかからず、渡辺総監は布団の下から銃を撃って応戦したと言いますが、大勢で突入してきた兵士たちに対して総監の方は一人ですから、残念ながらすぐに決着はついてしまいます。 最後は布団の上から刀でとどめを刺され渡辺総監は亡くなりましたこの一部始終を実は物陰に隠れていた総監の娘さんが目撃されていたそうです襲撃の間憲兵は2階から降りてこなかったと証言されていますが実際には憲兵の一人が応戦中に足を負傷し,しており真相は不明ですただ護衛憲兵や憲兵部隊に行動派側のスパイがいたのではないかと考える人は今でも多くいるようです と以上のように要人が多く被害に遭ったわけですが将校たちは警視庁や陸軍大臣官邸も占拠し同時に国の重要機関が集まる永田町霞が関赤坂三宅坂の一帯も占領しますそして陸軍大臣官邸で川島義行大臣に自分たちの要求を突きつけましたこれが朝6時半頃のことになりますその要求内容をざっくりまとめると行動派と対立する人物を排除すること間崎陣三郎など行動派の重鎮を官邸に呼ぶこと 天皇陛下のご判断を仰ぐこととなります。実は将校たちは決起の前から軍の上層部と多く話をする機会を持っていていざ事を起こせば事がうまく運ぶという感触を得ていたんですね。この要求もおそらく受け入れられる可能性が高いと思って出していると思います。 というのも、軍にはもともと自分たちが国をリードして思う方向に進めたいという考え方があるんですね。自分たちの利益のためというよりは、それが国のためになるという信念を持っていたんだと思います。ですから、将校たちが反乱を起こしても、それによって国が良い方向に向かうなら、それほど悪いことじゃないという感覚が軍の内部にはあるんです。今回の事件でも、当初は上層部も将校たちの反乱を頭ごなしに否定するという態度ではありませんでした。 将校たちの処分を軽いもので済ませて反乱を穏便に収め、国を新たな方向に向かわせたら良いという雰囲気があったんですね。実際、マザキは、将校たちは自分を主張にしようとしているようだが、自分には務まらない、みたいなことを表だって発言しています。きっとまんざらでもなかったんでしょう。しかも、間接的ながら天皇陛下に昭和維新を宣言していただき、強力な内閣を作ることで騒ぎを収めるべきという提案までしちゃっています。 この時も首相になった自分をイメージしていたのかもしれません。また、川島陸軍大臣もあやふやな態度をとりました。天皇陛下に配列して将校たちの決起収集書を読み上げたり、将校たちの反乱を肯定するようにも見える告示を将校たちに向けて出しています。このあたりは将校たちを支持しているようにも取れる行動で、この曖昧な対応のせいで、一時は軍の中でも将校たちの決起を称えるような雰囲気が生まれたといいます。 ただ天皇陛下は一貫して将校たちの反乱に否定的なんですね。曖昧な対応を続ける軍に痺れを切らし、事件2日目の27日には、陸軍が躊躇するなら私自身が直接この絵師団を率いて反乱部隊の鎮圧に当たるとまでご発言されています。しかも27日の午後1時には、岡田首相が官邸から救出されたことが明らかになります。 終わってしまったと思われていた内閣がまだ終わっていなかったことがはっきりしたわけですこのあたりで風向きがガラッと変わりますそして将校たちを鎮圧する流れが決まったんです反乱兵たちに所属現隊に戻るよう呼びかけが始まり28日になると反乱軍を制圧するための準備が進められますそして29日の朝8時半攻撃開始命令が下されて事件は終焉を迎えましたでは事件の関係者たちはどのように処分されたのでしょうか まず逮捕された将校たちは軍法会議にかけられ主導的な立場にあった16名が死刑になるなど厳しく処罰されました4年前の五・一・五事件では死亡した将校たちが比較的軽い刑で済みましたから将校の一部は自分たちの処罰についてもそんなイメージを持っていたようで判決には驚いたと言われていますし元将校の磯部朝一は自分への死刑判決を強く恨んでいました また、歌士官たちはほとんどが反乱の目的を知らずに参加していたため、直接の処罰は下されませんでしたが、その後、軍の中ではかなりの礼遇を受けたといいます。何も知らないまま反乱に参加させられ、誰一人傷つけてもいない歌士官たちが戦地の最前線に送られ、ほとんど戦死してしまったといいますから、この辺は少し理不尽な気もします。そして、行動派の重鎮だった正木や荒木は、事件後、予備役に編入されました。 実は、マザキやアラキについては当時から裏で将校たちを操っていた黒幕なんじゃないかと思われていましたし、今でもそう考える人が多そうです。実際、マザキは事件前、将校たちに多額の資金を提供していたようです。けれども、当時の軍や政府はできるだけ事を荒立てずに収めたいという意向だったようで、マザキやアラキの関与をほじくることはしませんでした。 ただそうは言っても、行動派の将校たちが起こした事件に彼らの責任があることは明らかですから、マザキや荒木を軍に残すことはできず、穏便に予備役編入という対応を取ったんだと思います。最後に安藤照蔵隊について、鈴木貫太郎事従長への襲撃部隊を率いていた安藤隊は、先ほども触れた通り、決起への参加を最後まで悩んだ人でした。自分の隊の部下たちを騒動に巻き込んでしまうことを躊躇していたと言われています。 ただ一旦決起への参加を決心するとその心は一切揺るぐことがなく他の部隊が次々と投降する中最後まで交戦を続けましたそしていよいよ何もできない状況にまで追い詰められると最後は自決を決意するのですがこの時は投降するよう説得に訪れていた上官たちまでもが安藤を死なせるのは残念だ俺も死のうと言って泣いたそうですし安藤が率いていた中隊も全員が隊長と一緒に死にますと言って泣いたと言います 結局安藤は部下たちに原体に戻るよう指示を出した後拳銃を顎に当てて引き金を引きましたが病院に運ばれて一命を取り留めますそしてその後の文法会議で死刑判決を受け7月12日銃殺刑が執行されたのです2月26日の決起当日安藤隊に襲撃されて重傷を負った鈴木幹太郎は安藤が処刑された後主会のような立場にいたからやむを得ずああいうことになってしまったのだろうが 思想という点では実に純真な惜しい若者を死なせてしまったと思う。安藤がとどめをあえて刺さなかったから自分は生きることができた。彼は私の恩人だ。としばしば語っていたそうです。